韓国代表、FIFA ランク96位のパレスチナ相手に行く。さあ、韓国行ってて草。韓国弱すぎてやばいな。世界ランク中国より低いパレスチナと引き分け？韓国代表マジで仕上がってなさすぎて実況も喋らんなってんの草。ご自慢の S 級スターをもってしても、隠したパレスチナ相手に大苦戦してるの笑う。ホームでこれなのやばい。オセフンがいるのにちゃかちゃか自己中プレイしすぎた。町田のオセフンって韓国代表の1トップでスタメンで出られるレベルなんやな。損決めろよと思ったらオセフンだった。ホーム落としたのか全部中東だからきつそう。